ウェザーニュースキャスターの眞家泉が15日日曜日の天気をお伝えします。まずは関東です。こちらは雲が広がって急な雨が心配です。特に夜から月曜日にかけては雨や風が強まる可能性が出てきています。先日の台風15号の影響が大きい千葉県内ですとか伊豆諸島の方でも雨風の影響が心配されます。今後のさらなる被害にも注意が必要となりそうです。停電や断水が続いているところもありますね。難しい中ではありますができる限りの対策をしておくと良さそうです。また土曜日に比べて関東少しムシッと感じられるところが出てきそうです。また前線が通過する北海道はざっと雨が強く降る可能性があります。その他東北から九州にかけては広範囲で日差しが届きます。特に近畿や東海など気温が高い予想で日曜日も暑さ対策が欠かせません。また東日本や西日本の太平洋側の地域そして南西諸島沿岸部を中心に強まる風や高い波にも注意が必要となりそうです。以上15日日曜日の天気をお伝えしました。